おはようございます。中村玄子です。本日もよろしくお願いします。本日はこんなご質問をいただきました。現在74歳。太極拳は66歳で始めました。毎日朝と夕方に24式をやっています。24式太極拳をするときに、どんな意識で動いたらよいでしょうか 来る日も来る日も穏やかでありたいと思って動いていますが、時にはうまくいかず心が乱れ、少し自分にイライラしてしまったりします。動く時の心のあり方を教えていただきたいです。はい。ご質問をいただきありがとうございます。太極拳を行う時の意識、心のあり方、これ本当に色々ありますよね。 今回はこの太極拳を行う時の意識や心のあり方について解説します。中村玄光の太極拳解説はい。太極拳を始めてみて、よく動きながら心地いいなと思ったり、これすごく難しいけど楽しいなと思ったり、様々ありますが、なかなかうまくいかないとだんだんイライラしてしまうことありますよね。これ、 すごく普通のことだと思います。まず大前提として、太極拳は最初に行った時には角張った石のようなものです。これは川の上流のゴツゴツした石がどんどん川に流されていてだんだん丸くなっていくように、まあまあ必要な期間、時間というものが必要です。これがぎこちない太極拳の動きが 何回か行って時間が経つことによって徐々にスムーズに滑らかになっていくことを楽しみにしてください。最初はこんな風にぎこちないんですよね。最初はこんな風に硬いんですよねっていう風なことをまず楽しむことです。すぐに滑らかにできてしまったらもしかするとその体極拳は面白くないかもしれません。今すぐできないから面白いんです。そしてイライラしてしまう気持ち、 というのは一つは焦りです今すぐできるようになりたい頭では理解しているけれども体がうまく動いてくれないこれはイライラしてしまう要因かもしれませんがイライラすると余計にうまくいきませんこの頭でわかっていてもなかなか体が動いてくれないことが一番楽しいことです私自身もまず体育圏をした時に一番感じたのは 手の形がすごく違和感があってうまくいきませんでした。太極拳をする前は武術、完全な激しい方のスピード感のある武術をやっていましたので、まず手の形というのは4本はしっかり揃えて反らすぐらい。そして親指はしっかりくっつけて固めてます。力点は指先かもしくは小指側のここの部分。 この章の形を見ていただければ分かるかと思いますが、武術的な章、いわゆる武術をたくさんしている人の手というのは特色があります。どういう手かと言いますと、この小指側のここの部分、武術的には手のひら、章ですね。章の外、そうと書いて、障害縁という部分ですね。この小指側のこの部分です。よく章で打つ部分ですね。ここに常に力点を集中していますから、 ここの形、ここの筋肉が発達します。特にこの筋トレしてるわけじゃないんですが、ここに常に小指側で押すという意識を持って何十年も武術すると手の形が歪になります。いわゆる三角形みたいにこの小指側のここ部分がボコッと膨らんでいくんですね。この武術の手の形の中で小指側にしっかりと力点を持って意識していると手の形が歪になるぐらい手の形をしっかり意識してやっていました。 にもかかわらず、太極拳をするときには、この手の形をしてはいけないんですね。まず、丸く、柔らかく、そして、小で押すときにも、もちろん小指側のこの部分は使うのですが、その前に手のひら全体という意識を持ち、その前に指から肘までを使うという意識も持ち、その前に胸も肩も使って押すという意識を持ちますので、ここの一点集中じゃないんですよね。 ここはあくまで最終形の意識すべき部分ではあるのですが、もっと面で使ってます。この感覚がすごく難しかったです。どうしても前に押す。武術の言葉では、トゥイージャン、押す手のひらと書いて、トゥイージャンというと、私の頭の中では小指側でパチンと押すということは、ここの小指側のこの一点集中で押すという意識でしたが、ロウシアオブーと同じようなトゥイージャン、 例えば、ロウシワウブ、タオジェンゴン、ガオタンマチョアンソウ、すべて押しますよね。その時のこの小指側の部分だけではなく、胸も腕全体もすべてを使う。手のひらもしっかり使う。その感覚はなかなかできにくかったです。そのできにくい、やりにくい、どうしてもここだけに行ってしまうという意識を徐々に面に変えていくことこそが楽しみでもありました。 まずは、私の心のあり方の最もよく使う言葉は、淡々とです。この淡々とという言葉にはすごく様々な言葉が含まれていまして、いわゆる川の流れが淡々とと言われています。これはどういう意識かと言いますと、様々なことに意識をとらわれずに、何事もなかったようにずっと流れ続けていく淡々とということです。 うまくいこうがうまくいかなかろうが何も考えずにまずは繰り返してやっていく今自分自身がうまくできなかったとしてもそこに感情を動かすことなく淡々と行う私のおすすめは淡々と行ってください中村原稿の太極拳解説 そしてその次におすすめなのはよくできないことをできるようにしようとしてなかなか今自分がうまくできないことを何度も繰り返すこういう傾向にあると思いますこれは真面目な人ほどそういう傾向にあると私は思っています私のおすすめはまずその今自分自身がうまくできないなということは置いておいて自分が好きな動きだけを何度もやってみましょう それはなぜかと言いますと、太極拳の動きというのは様々あります。ですので、今自分自身がうまくいかないなと思った動きがあったとしても、別の自分の好きな動きを何度も行うことによって、いつの間にかできなかったことがちょっとずつ改善していくこと、こういうことよくあります。ですので、まずは今自分ができないこと、 イライラしてしまうほど、なかなかうまくいかないなと思った動きがあったとしても、そこにあんまり根を詰めず、自分の好きな動きを何度も繰り返してみてください。必ずこの好きな動きをもとに、自分がなかなかできないなと思ったことが改善するかもしれません。二つ目のおすすめは、まずは自分の好きな動きを何度もやってみる。これをすることによって、やはり体極拳は心地いいな、気持ちいいなと思いますし、体極拳がずっと好きで居続けられます。 これによって今自分がなかなかうまくできないなということができるようになると私は思っています。そして最後に私がおすすめする心のあり方において重要なことがあります。これは中国語でピー・ファいわゆるイメージトレーニングをするということです。単なるイメージトレーニングではありません。太極拳においてすべての動き、すべての形に全く力を入れないことです。 自分のイメージの中で、いわゆる自分の体を側、外側だけとイメージして、その中に営力も気の流れも何もなく、単に動いているだけです。全く力入れません。こういう感じ。手の形も太極拳の章の形じゃなくてもいいです。もうふわふわ、何もない感じで、自分の内面だけ動いているものが表面に少しだけ現れている感じでいいです。押すと言っても払うと言っても払わなくていいです。自然に動いているだけです。 全く力を使わず、何も力の伝達も考えずに、こんな感じで行ってみましょう。この P4 というイメージトレーニング、もっと言うと、全く力を入れずに動いてみる。これができたら、実はこの体極限のレベルはすごく上がっていきます。なかなか前に押すという動きに対して、全く力を使わないことって難しかったりします。 この実はうまくやろうとして力の伝達であったり強調することであったり様々考えることによってなかなかできにくかったことが全く力を使わず単に自然に動いていく腰の回転体の方向を変えるだけで自然な動きに変えていくだけです全くそこに軽力とか筋力とかバランスとかは一切考えずにやるこのピフォアというこれはピフォアというのは比べる絵画の画 いわゆる図画効果作の画ですね。比べる画と書いたピーフォア簡単に言うとイメージトレーニングですが、単なるイメージトレーニングではなく、対極径における全く力を使わない、本当に内面だけで動いたその側だけを行ってみる。これをすることによって心のあり方が見えてくるかもしれません。何もしないんだな。無の状態。 本当に自然な状態で体育に動いてみましょう。それをすることによって心のあり方、自分自身の心のあり方が見えてくるかと私は思っています。まずは淡々と。そして好きな動きを主にやること。そして3つ目にはピーフォア内面だけの動きから顔をし出てくる側、外側だけで何も力を使わない動きでやってみる。ぜひこの3つをおすすめします。 対極圏への意識、対極圏への心のあり方について解説しました。ぜひ参考にしてください。ご視聴いただきありがとうございました。中村玄光でした。